アコボマティンダーミャクバイケイダです。キムヤの2代目社長物語、吉野栄三郎さんという方でございます。はい。まあ、落書き庄内市の中にあるそうでございます。これ、故郷は羽黒山の由来ですね。はい。まあ、美味しいですね。今なお主力の商品としています。初代の吉野民吉さんが亡くなった昭和4年から後を継いでいるそうです。確かに手間暇かけて作ったそうです。パン屋かまは自分で設計して作ったそうです。アンパンやっぱり美味しそうです。キムヤのアンパンも確かに美味しそうだけど、私あんこダメです。はい。確かにね、いろいろ、プラスワン付近、松岡省西町の飛行機物体の工場を建てて、まあ、休業してお菓子職員やパン職員を雇用しているそうです。これはね、いろいろありますがね、はい。確かに大変なものでございます。菓子職員といえば技は確かに大事ですが、理工学流ですね。吉野流ですね、まさに、はい。いいヒントになるかと思います、はい。確かに故郷の特徴は金つば焼きのような味わいであるが、菓子表面の約1ミリほどの薄皮の仕上げに苦労し、試行錯誤も重なるという、特にカリッと硬く、しかし中は適度に柔らかくするという食感の製法にはとことんこだわっていたそうです。というわけで以上です。バイバイ。